カイル・アダム・レグナルトは、アメリカ合衆国、ロード・アイランド州プロビデンス出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のサンディエゴ・パドレス参加所属。大学卒業後、独立リーグカナディアン・アメリカンリーグのウースター、トルネードズに入団。2013年からは、ケベック・キャピタルズに移籍。2014年10月20日に、ニューヨーク・メッツとマイナー契約を結ぶ。 2017年に 3A に昇格すると、翌2018年には 3A で48試合に登板し、4勝1敗3セーブ、防御率4.77を記録した。2018年11月16日に、広島東洋カープと契約を結んだ。2019年は、開幕から左のリリーバーとして安定間抜群の投球をし、6月までは35試合4勝。 平敗13ホールド、防御率0.45で、自責点は39回1、3を投げて、わずか2点だった。しかし7月以降は17試合で2勝3敗に、ホールド、防御率9.00と振るわず、年間通しての成績は52試合6勝3敗15、ホールド、防御率3.34であった。シーズン終了後に、戦力外となった。 最速152キロメートルのストレートにカーブスライダーチェンジアップを織り混ぜて三振を奪う本格ハサワン。パワーカーブを得意球にしており、ハンマーを振り下ろした時のような楽さと力強さがあることから母国のアメリカではハンマーカーブと呼ばれていた。ラーメンが大好きで登場曲にチャルメラの効果音を使用している。ありがとうございます。